渋谷キャストは東京都渋谷区渋谷一丁目にある店舗、事務所、共同住宅などからなる複合施設である。渋谷キャストは都営住宅、宮下町アパート跡地を、とが定期借地権を設定し、事業者を公募。当選した渋谷クリエイターズプラットフォームを構成する東京急行電鉄、大成建設、札幌不動産開発、東急建設が出資する。 渋谷宮下町リアルティが複合施設を建設し2017年4月28日に開業した宮下公園横に立地し渋谷と原宿二つの町が交わる結節点であるキャットストリートの起点に位置する周囲は渋谷から原宿それに青山方面にも接続する結束点でありながらも老朽化した都営住宅が並ぶ渋谷では 珍しい、未開の地といえる土地であった。渋谷、青山、原宿の三つの町それぞれの文化の結節、交流を図り、新たな文化拠点を創造する狙いで再開発された。渋谷キャストの名前は、配役、役を割り当てるを意味する英語、キャストと、建物が接する通り、キャットストリートから名付けられた。建物は、地下2階地上16階建て、商業施設や、 通常のオフィスとシェア型オフィス、賃貸住宅などが入る。また、賃貸住宅にはサービスアパートメントも一部用意されている。2018年にはグッドデザイン賞を受賞した。地下1階は明治通りと同じ高さ、1階は備蓄公園側の道路と同じ高さになっている。ありがとうございます。